アントニオのチェリーノは、イタリアナポリ出身の元プロサッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。元イタリア代表。ジェンナーロガ・トゥーゾの後継者と呼ばれる。2002年まで、ユベントス FC の下部組織で育てられ、その後、FC、カタンザーロや FC クロトーネ、FC、メッシーナなど様々なクラブを渡り歩いたのチェリーノは、 2006から07シーズンにピアチェンツァカルチョで37試合6ゴールという成績を残した。この活躍を見たユベントスは2007年夏に残りの半分の権利を買い取った。その夏、レンタルでのアッコフ・フィオレンティー内籍がほぼ決定していたが、クラウディオ・ラニエリ監督の意向で直前に白紙に戻された。そして2007から2008シーズンは、 ラニエリ監督の期待通りメギサイドの MF やボランチのポジションでレギュラーをつかみ、セリエ A に復帰したユベントスで輝きを放った。2008年6月、アマウリー席において、対価の一部として、ノチェリーノの保有権が US チッタリパレルモに移動した。2011年8月31日、AC ミランのジェンナーロガ・トゥーゾが目の負傷により、 長期の離脱を強いられることとなったため AC ミランに駆け込みで移籍。市場が閉鎖する20分前に駆け込みで決まった。移籍金は50万ユーロ。背番号は22。2011から12シーズン、セリエ A にて2桁10得点を記録する活躍を見せる。それまでのプロキャリアでは通算で6得点だったので、ミラン加入1年目で自身の記録を更新したことになる。 2012から13シーズンは退団した、ガットゥーゾの背番号8を継承したが前シーズンのような活躍は見せられなかった。2013から14シーズンから、アッコフ・フィオレンティーナへ移籍したマッシモ・アンブロジーニの付けていた23に背番号を変更した。2014年1月25日、出場機会を求め同胞のマルコ・ボリエロと共に、 プレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC に、レンタル移籍。2015年1月15日、パルマ FC に、レンタル移籍した。2016年2月19日、オーランドシティ SC へ移籍した。2018年7月6日、セリエ B のベネベントカルチョへ移籍した。2018年12月19日、双方合意のもと契約を解除し退団。 2020年1月23日、自身のインスタグラムを通じて現役引退を表明した。イタリア代表として世代別代表に招集され、2007年10月17日には親善試合の南アフリカ戦で A 代表デビュー。2008年には北京オリンピックにも出場した。ありがとうございます。